あなたに会って話したいことがあるんです。待っています。かしこ。あ、来てくれたんですね。嬉しい。はい、それなら嵯峨の絵でも。はい、あの、私、あなたに謝らなくてはいけないんです。覚えていませんか？去年の春、あなたの家に届いた不思議な手紙のことを。はい、私、本当はあなたに会いに東京まで行ったんです。でも直前になって思い直して、やっぱり会わずに帰ろうと。あなたにはとんでもなく迷惑なことじゃないかと思ったから、それでも諦めきれずに手紙だけは残して。本当にごめんなさい。ずっと今まであなたに言えなかった言葉があるんです。私、あなたが好きです。誰よりも大好きなんです。家が厳しかったから、ほとんどお友達がいなかった私に、あなたは普通に接してくれました。これからもずっと仲良くしてくださいね。すごく嬉しかった。あなたに手を引かれて祇園の町を走った時も。私、今日のこと絶対忘れません。冒険だったから。そして二人で一緒にオクラに潜り込んだ時も。本当はすごくドキドキしていたんです。私にとってはものすごい冒険だったから。思えばあの頃から私、あなたに憧れていたんです。その気持ちに気づいたのは、あなたが転校していた後でした。今なら、はっきり言えます。私は、あなたが好きです。今も昔も、誰よりもあなたが輝いて見えるんです。あなたは、私のことどう思っていますか？聞かせてください。どんな結果になろうと、私、後悔はしませんから。本当ですか？
ってくれてるんですか。嬉しい。こうしていたい。だってすごく幸せだから。こんな風にあなたと気持ちが通じ合えるなんて。は、はい。そんな当たり前のことです。大切な方をお見送りするのは女の大事な役目ですから。でも寂しいですから、できるだけ早く会いに来てくださいね。遠慮はいりません。もうおじい様にも後任の許嫁なんですから。昨日の夜、おじい様にすべてお話ししたんです。もしかして、嫌なんですか？いいなずけ。よかった。私、もうあなたなしでは、生きてはいけませんから。そうでした。これを。はい。お守り代わりに持っていてください。くれぐれもお元気で。毎日電話を入れますから。風邪なんかひいたらダメですよ。もうあなた一人の体じゃないんですから。あなたのことを心配する女性がいるんですからね。